新幻魔大戦は SF 作家平井和正によって1979年から SF アドベンチャーに連載された大長編 SF 小説である。もともとは1967年に漫画家の石森章太郎と共作した漫画作品幻魔大戦を原点としている。もう一人の作者である石森の了解を得て構想を改めて自らライフワークと称しての執筆となった。この作品を中核として平井による幻魔大戦シリーズは他に新幻魔大戦、幻魔大戦、ハルマゲドンの少女などがあり、それぞれが補完し合う長大シリーズとなっている。一方、石森も単独でマガジン版幻魔大戦の世界観を独自に引き継いだ漫画作品幻魔大戦を徳間書店の漫画雑誌龍に連載した。1984年、とりあえず執筆を休止。2005年になって幻魔大戦ディープのタイトルで並行世界を舞台にした作品が発表された。また2008年にその続編の幻魔大戦ディープトルテックが発表された。全3部構成。幻魔とは宇宙を無に回線とする巨大な存在であるが、その正体は明らかにされていない。その幻魔との抗争こそが幻魔大戦である。西暦1979年、作家であり、超常現象研究家である青年の東丈は、多国籍企業クエーサーの内部情報を手に入れた。彼に、それを託し、暴露するよう勧めたのは、クエーサー幹部のムーンライトという美しい女性だった。その後、有名プロデューサーから、丈の小説を大作映画にしたいという依頼が舞い込む。丈の身辺をめぐって状況が大きく変わり、それとともに、不可解な出来事が頻発した。丈の姉、弟、友人たちが次々と失踪し、いくつもの奇妙な現象が起こった。第2部では、東丈は自らの意識の底から滅びた世界の記憶を思い出し、幻魔大戦における自らの役割を理解するに至る。そして飛行機で移動中の丈自身が謎の失踪を遂げた。東丈の失踪後は、秘書の杉村由里が主人公となり、7世紀の大峰山周辺に舞台を移し役のオズヌと出会う。第3部では古代ギリシャの少女クロノスが主人公となり、舞台は超古代文明のムー、時代の定めから、ヌジュー人の住む犬の帝国へと飛び移る。未完。超意識との開口超能力戦略魔の標的太陽の戦士超空間への進行幻魔。目覚める自負主張は燃えて、超霊媒、犬神一族超絶の死闘破滅世界のクロノス、超空間での誕生系の帝国幻魔荘厳の、重心ビッグプロローグ ESP、ファミリースリーピングビューティーメサイアメーカーイベントムービー、ビッグインタルードサイキックゲームソウル、イーター秘密予言書機械漂流あやかし、ワクシャマの山源比べムーの人道不死身の戦士権の、帝国幻魔荘厳の重心。ありがとうございます。